今回紹介するのは「和の感情言葉選び辞典」という本です実際に相手に伝わる表現が多いこの辞典に載っている言葉のほとんどが多くの人に意味を理解してもらえるものです2文字熟語版がありますが多くの人に読んでもらうことを考えた場合「真に近海、 などの難しい表現を使うのは好ましくないでしょう。そう考えたのであればこの赤色辞典はちょうど良いレベルです杉たるは及ばざるがごとしと言います一目、漢文のような書き方にならないようにひらがなと漢字のバランスを考えることも文章を書く上で重要だと思いますまあたまには難解な漢字表現 熟語を使いまくって書くのも一興なんですがね。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。